こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は 3DS 版ドラゴンクエスト11やってきます。古代図書館のところまで来たんですけど、なんか入り口がわからなくて回ってしまってる。あれ？あ、ここか。人間が来るなんて珍しいね。ここは古の時代の貴重な書物が収められた古代図書館だよ。そうだ、せっかく来たんだからいいこと教えてあげる。この図書館にある色付きの本が入った本棚はそれぞれの色に対応したスイッチを押せば動かすことができるんだよ。試しに2階にある青のスイッチを押してごらん。青い本棚が邪魔して通れなかった場所が通れるようになるよ。それからそばに本が積んである本棚にはとっても読み応えがある本が入っているから読んでみてね。ありがたい。かなり迷子になってしまってるんですけど、もうちょっとなのかな。今青を赤黄色を押してきて、この辺、ここ真ん中に来れたみたいです。ここかな。これじゃ、これを読めば魔女を封印した時のことがわかるはずじゃ。では読むぞ。魔女の魔力はあまりに強大だった。私の力をもってしても倒すことはおろか封印することさえできなかったのだ。そこで私は魔力を吸い取る聖獣を操り、魔女リーズレッドの魔力を吸い取ってから魔導書の中に封印することにした。この計画は成功し、魔女を封印した金書を古代図書館に収めた後、私はミルレアの森でその聖獣と余生を過ごすことにした。なるほど、魔女の封印にはこの聖獣とやらが欠かせんようじゃな。ミルレアの森に聖獣なんていた？魔女の手下っていう魔女ならいたけど討伐したわよね。なんじゃと。ムーファムーファ言っていました。お口でムフォムフォ。そう、バッカモン、倒したのは聖獣じゃ。バッカやっちゃった。あらまあ、でも女王様がそう言ったのよ。ミルレアの森にいる獣は魔女の手下だって。シャール様がそう言ったのか。なぜそんなことを。ねえ、これ女王様が持っていた本の表紙の文章と一緒じゃない？一緒。どうやらこれは金書に刻まれている文章のようじゃない。待って、つまり女王様が持っていたのは魔女が封印された金書だったってことね。ということは怪しくない？ここまで考えても仕方ないわ。とりあえずクレイモラに戻って女王様にいろいろと聞いてみましょう。怪しい。あとここの本もちょっと怪しいので読んでいこうと思います。これ何が書いてあるの？この先壊れており危険。いにしえの時集いし、忘却の遥かなる失われし文明の、ボロボロで読めない。他は？禁じらせ力、ボロボロ、精霊と世界、例えば時のボロボロ、テラス、飛び降りますか。はい、すごく近くに。これなんだろう。魔法の鍵について。待ってました、鍵。ってことはもう外に出てルーラした方が早いということで、ルーラしましょう。ルーラルーラ。はい、オッケー。ご無事だったんですね。私このまま帰ってこないんじゃないかと、夜も寝れないほど心配で心配で。ねえ、もうお芝居はやめたら？え？
やっぱりそれ私の呪文で受けた狐、あんた魔女なんでしょ？バレちゃった。まさか魔女が女王様に化けておったとは。あんたたちが政治を倒してくれたおかげで、昔の力が蘇ったわ。英雄グレイグを取り逃がしたあの時の借り、ここで返してあげる。さあ、私の腕の中で永遠に凍りなさい。リーズレットを弱らせて金賞を奪い返すんじゃ。私が今一度魔女を封印してみせよう。弱らせる。はい、みんなでやれば怖くない。というかバッグがすごく綺麗なところなんですけど、とりあえずまずいぞ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 。へい、メラミセイヤちゃん作るとする。おい、縛りか。火炎切り48、雪だるまにしてあげる。うわー、メロニカちゃんが雪だるまにしてあげる。治った。連携、はい、魔法陣ね。火炎切りする。縛りかはちょっとあれだから、普通に攻撃。ベホイミ、とりあえず暴走をかけてどうなるか。あれ、この連携が一番可愛いかもしれないといつも思ってしまう。早めに来たるまにしてあげる。振り払った、ナイス。バンファしたいよね。バンファしたい。ベホイミを唱える。今度は神連携、火炎陣。ベロニカ特技。セイニャちゃんはイホルスクルトかな。ちょっとずつ攻撃を入れていきたいです。あたりが吹雪に包まれる。目が見放そう。 OK、 スクルトかける。カエミリの前に入れ替えしないと。私当時マルティナさんかな。でベローニカ、そっか、カミューが入れられないんだ。変わんないよ。神さんを何とかしたい。溶かしてくれれば入れ替えができるってことですよね。注文、はい。ゆっちゃん氷ダメージ軽め。これを軽減したい。で、入れ替え。シルビアさん、マルティナさん、ドンさん。で、戦う。演技する。シルビア。ポイにかけるマルティナさんが、開始の時期。
ステロー酸が癒しの雨。よし。痛い。微笑み。思いっきり水か。結構辛いね。おなかを押して。呪文かな、メホイミオールでかけて、アルティナさんは飛んでるのかな、これ若干浮いてるけど飛んでるの方になってない気がする。呪文メホイミ、おい、エラハリケーン、これは炎で溶かすべし。私雪だるまになってら、そしたらもう一回入れ替え、一旦ずつなんとかする。そうなん、これで1ずつ回復を入れる。バタック、いや、ちょっとモーツァルトしてみよう。若干飛んでるし、さらにやっぱ今54、やっぱダメか、そんなにそんなに効くやつでもなかった。メローニカちゃん、マジかー。オーラでやってみよっか。ミラクルゾーン、ミラクルゾーンちょっと使いたくないんだよな。まあいいか、はい、じゃあオーラル連携するぞ。アルティナを振り払う。吹雪に包まれる。オーラル、ほい。来た。よし。戻さなきゃ。アタックする。メラミン、どうぞ、ベホイム、急げ、急げ、急げ。やべる、ちょっとそれは、ベロニカがやばい。やっぱり、こらこら。こら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 。もうどうしたでしょう。きついかな。ほい。もう一回。失敗したくない。帰り戻れ、戻った。さて、癒しの効果、雨がなくなる。連携マルティナ使う、カインギル使う、ベロニカどうする、あるかな。条約層自分で使う。はい。ローさん、ベホイムする。ベホイムする。ローさん。ローさん癒し祝福。いや癒しの雨。いけるのか。結構なんか辛くなってきちゃってる。そうそうな。大丈夫。一回やったばっかりだから。約束回復。大丈夫だね。癒しの雨する。戦う、火炎切り、マルティナ一撃頑張る、メラミする、ローさん、ベホイムかける、
ミス振り払ってる、えらい。バーハしたい。3しかない、3しかない。私やばいやばいやばい。呪文ない。マリキナさんどうしよう。ここでなんかやるんだったら普通なんか通常攻撃の方がいいのかな。メラミスルー。呪文どうしよう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 。バーハバーハしたいな。でも80しかないから一回回復しないと。なんてこった。休みつらい。連携いや特技だ。また来なさん頑張ってもらう。メラミスルー。父さん呪文すごいね。マルティナもうほんとヒャダルコダメだよ。きついもん。ベローニカちゃん、やっぱりつらいか。会心の一撃、あ、終わった。あ、よかった。でもベローニカが最後やられてしまってる。つらい。メラミ覚えた。28ローさんも28。魔法トラシルビア26。カミュ26。ベロニカちゃん、セレニア25。ベロニカちゃん上がらない。一人だけ申し訳ないな。ごめんよ。ポカズマパポテズマパポカポカズマパポテズマパ。あームチョムチョズマパポチャズマパズマズマズマパポカ。なんじゃこの字。エカルトさんしっかりして。おそうじゃ、ズマズマズマパポカジョマジョー、ポカジョマジョー。いやーね、許して謝るから。あ、スポッテ。溶けてきた。氷が溶けていきます。お城の氷もだね。綺麗なとこだね。改めて。全体が見れました。お？あれ？ご無事でしたか、シャール様。そうだ、思い出しました。魔女が私をこの本の中に閉じ込め、魔女に化けて、女王に化けていたのです。よかった、記憶もきちんとしておられますな。一時はどうなるかとかと思いましたが、もう安心です。魔女は私たちが封じました。
シャール様こんなところにいたのですが、早く城にお戻りください。大臣が心配しておられましたぞ。ありがとうございます。皆さんのおかげでクレイモランに平和が戻りました。何かお礼をしなければなりませんね。そうだ、本の中で聞いていたのですが、皆さんオーブが必要なんですよね。差し上げますから、後ほど城に来てください。さあエッケハルト、その本を私に。待ってください、女王様、その本は危険です。私たちが預かっておきますわ。オーブすんなりもらえそうな。女王様に会いにお城に行きましょうか。そうだ、この本は預けておくね。魔女の金賞を手に入れた。良いのかい、持ってて。行きましょう、お城。町の探索もしたいけど、先にオーブだよね。ね、ちょっと、あ、聞こえますか。言った？何も言ってませんわ。急にどうしたんですか？変に聞き間違いかしら。前に行きましょう。何があったの？今の前に、ちょ、え、待って、言ってた気がする。た、ま、で、え、ちょっとセイネ、黙れってどういうことよ。黙れだなんて私言ってませんよ。嘘でしょ。気味悪いわね。早く女王様のところに行きましょう。なんか言っちゃダメな気がするんだけど。騙されてはいけません。私が本物なんです。後ろすごく大きい。あ、いたいた。本当に感謝してもしきれない。直々にオーブをお渡しになりそうだ。階段を上がるとよい。よくいらっしゃいました。早速ブルーオーブを差し掛けましょう。さあもっと私のそばに。ちょ、ま、ちょっと待って、どこから声がしない。待って、私が本物のシャール。目の前にいるのは魔女が化けた偽物よ。そんなわけないです。皆さん騙されてはいけません。本の中の魔女が嘘をついているのです。しつこいわね。私たちが二度も騙されてると思ってるの。封印されたんだからおとなしくしてなさい。違います、エッケハルトの栄章が途切れた。封印は失敗したんです。私を信じてください。お待ちなさい。どちらが本物か10年間シャール様の教育係を務めた私が見破ってみせましょう。10年。どちらが本物のシャール様か確かめるため私の質問に答えてもらいます。では早速いきますぞ。クレイモランに代々伝わる家宝とは何か。父上のお知らせを受けた女王様ならわかるはず。ふふん、そんなの楽勝よ。ここにあるブルーオーブこそ王家の家宝。私が本物だのも間違えるはずないわ。おお、なるほど、ブルーオーブですか。承知しました。そちらはどうでしょう。厳しき冬を耐え抜き勤勉に働くクレイモランの民、それこそがこの国の宝。お父様がいつも言っていたことです。そう、それこそクレイモランに伝わる王族の星。全てが明らかになりました。本の中のシャール様こそが本物。そんな嘘、何かの間違いよ。怪しい。
れちゃったモイは降参よ降参。せっかく取り戻した魔力もなくなったし、私には何の力も残ってないわ。煮るなり焼くなり好きにしなさいな。クレモラの兵よ、魔女を捕らえるのだ、捕らえるのだ。待ってください。女王様、何をなさるのですか。そこをどいてくだされ。魔力を失ったとはいえ、そやつは氷の魔女、近づいては危険です。皆さん聞いてください。クレイモランを氷漬けにした彼女の行いは決して許されるものではありません。でも私が本の中に封じ込まれている間、彼女は女王の重責に押し潰されそうな私の相談に乗り、悩みを聞いてくれたのです。彼女の明るい言葉を聞くたびに父を亡くした悲しみに和らぎ、女王という責務に対しても再び向き合っていけるような気がしました。お願いします。もう彼女に悪さができるほどの魔力は残っていません。命だけは助けてあげてください。ねえエッケハルトさん、女王様がここまで言ってるんだから助けてあげてもいいんじゃない。シャール様、この国の王、その王が決められたことならば、わしらは進化は喜んで従いましょう。の娘ね、リーズレットよ、お主に聞きたいことがある。なぜクレイモラを氷漬けにしたのか、その理由を教えてくれんか。それはね、あの方が助けてくれたからよ。そう、私を本の中から救い出してくれた美しい顔をしたあの方。美しい顔、もう知っていると思うけど、私は大昔に図書館にある本に封印されてたの。本の中は泣きたくなるほど退屈だったわ。でも3ヶ月前あの方が現れ、本の中の私にこう言ったの。お前を本から出してやろう、その代わり私の言うことを聞くんだ。あなたいい男で助けてくれるのなら何だってしてあげるわよ。でその望みってのは何かしら。お前がクレイモランを氷漬けにすれば、私と同じペンダントをつけた英雄と呼ばれる男が現れる。その男、グレイグを倒せ。それでまんまとやってきた英雄を利用して魔力を取り戻すために聖人を倒させたの。あとはあなたたちの知っての通りよ。グレイグと同じペンダントをつけた男、その男の名は何という。さあ、名前までは知らないわよ。私の封印を解いた後すぐにいなくなっちゃったから。でもまあとにかくいい男だったわね。あの後ろ姿わかるよ。この度は本当にありがとうございました。お礼にこのブルーオーブを差し上げます。ブルーオーブを手に入れた。ねえ女王様、オーブもクレイモラに伝わる大事な宝なんでしょ。もらっちゃっていいの。いいんです。お父様が言ったように、クレイモラの民こそ我が国の宝、皆さんがその宝を救ってくれたのですから。それならありがたくもらっておくわ。これからも女王様として頑張って、プレッシャーに負けちゃダメよ。心配しなくていいのよおちびちゃん、これから私が付き人としてシャールを守ってあげるわ。優しいね。え、虹色の枝が輝き出した。6つのオーブをすべて手に入れた。シケスピア雪原を東に抜けた先にある始祖の森に向かい、命の大樹への道を開こう。これで大樹への道が開くようになりました。次回はそこに向かってみようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!